鉄桂陸の戦いとは、1301年に、アルタイ山を越えて、モンゴル高原に攻め入ったカイドウルス軍を解散、率いる大元ウルス軍が撃退した戦い。カイドウルスと、大元ウルスとの間で行われた戦いの中では、最大規模の海戦であり、カイドウルス軍を指揮するカイドゥウア領大将自らが深手を追うほどの激戦となった。戦闘は、終始。 カイド側が優勢ではあったが、結局カイド軍は大元ウルス軍を突き崩せず、カイドの負傷、発病をきっかけとして、撤退を余儀なくされた。国を挙げての大進行に失敗し、この戦の負傷によって、カイドという優秀な指導者を失ったカイドウルスは、この後数年で解体し、逆に、大元ウルスは、最大の脅威を打倒して、自らの政権基盤を確かなものとした。そのため、 この大会戦は、両国の命運を決定づけた戦いであると評される。戦場名は、原子などの漢文史料では、鉄橋里子、条件子、鉄剣、古山、修士などのペルシア語史料では、と記される。正確には一連の戦闘は、テケクのみならず、モンゴル高原西部一帯の各地で繰り広げられたが、本港では一括して扱う。カイドゥルスから投稿した。 ドゥルダカテケリクの戦いは、1260年代に始まるクビライ家とカイド家の構想の総決算とも言える戦いであった。1260年、第四代皇帝門家が休止するとクビライが、定位継承戦争を制して、第五代皇帝となったが、正当な統一クリル隊を経ない、クビライの即位を認めない者は、多数おり、その代表的人物がカイドであった。 カイドはクビライに逆らって、中央アジアで事故の勢力を拡大し、内紛状態にあったチャガタイウルス、シリニの乱に失敗して亡命してきたアリクブケウルスを取り込み、カイドの国と称される強大な王権を築き上げた。一方、大元ウルスの側では、カイドに対する強固な防衛網を構築したこともあり、クビライの存命中は、両国の大規模な軍事衝突はあまり見られなかった。 情勢が大きく変動したのはクビライが死去してからで、1296年には、ヨブクル、ウルスブカ、ドゥルダカラ3王公が、カイドゥルスから、大元ウルスに投降するという大事件が起こった。これを受けて、大元ウルスは、大徳と改言して祝し、政治的効果を狙って大々的に宣言した。3王公が投降した理由として、ドゥルダカは、 私は、クビライカーンを恐れて逃げたのです。テムルがカーンとなったので、この時を後期とし、これらの将王たちと相談してきたのですと語っており、ハンクビライという名分の可結束してきたカイドゥールス、派の小王校が、他ならぬ、クビライの死によって、当初の結束を失いつつあったため起こったものと、考えられている。さらに、カイドゥールスは、東方の大元ウルスのみならず北方のオレウルスとも、 対立を抱えていた。このように、カイドゥルスが当初の結束を失いつつあること、また、クビライの後を継いだテムルが病弱で自ら出陣することがなかったことから、カイドゥはクビライ存命時から一転して大元ウルス側に、大構成に出た。特に1300年の戦いでは、チャガタイ家の王族では率いる軍団が油断していた、ココチ率いる大元ウルスの軍勢を吸収し、 大本ウルス軍は改装して、将軍の一人高等をコルギスが捕虜となる大敗北を被った。事態を重く見た大本ウルス政府はここ城をさらそうし、代わって皇族の海ンを前線司令官として派遣した。この海ン率いる新編成の大本ウルスと海津自ら率いる新政軍との間で繰り広げられたのが、鉄リ陸の戦いであった。鉄リ陸の戦いに参加した。 指揮官について、カイドウルス側は、カイドとドゥアの名前しか分かっていないが、大元ウルス側では、比較的詳細な記録が残されている。大元ウルスでは、クビライの治世の後半からカイドウルスへの備えとして、両国の国境線にあたるアルタイ山脈沿いに、精鋭軍団を駐屯させていた。このアルタイ方面駐屯軍の陣容について、終始、クビライカーアン機は、以下のように記している。 東北の方面はカイルとドゥアの側に接している。東から順にショウやアミールたちが軍を率いて駐屯している。最も東にはカーンの父母を同じくする兄弟であるミコカマラが軍を率いて駐屯する。彼の次にはカーンの娘ムココルギスキュレゲン。彼の次にはクビライカーンのダイアミールの一人であったとトトガクの子、チョングル。彼の次には 同じくダイアミールであったバイアンクブクチノコナンギャライ。彼の次には、テムルカーンのおじココチュ。そして、その次には、マンガラの子であるミコアーナンダが治めるタングート地方に到達する。ラシードッティーン、シュ,ーシュクビライカーンキココで記される。指揮官のうち、コルギスは戦術したように1300年の敗戦で、カイド川の捕虜となり、アルタイ方面軍を統括する立場にあったココチュは、 敗戦の責任を問われて更迭された。コ,コチュの後任として派遣されてきたカイシャン、敗戦後も引き続き、アルタイ方面に駐屯していたナンギャダイとチョンウル、そして新たに援軍として派遣された風神部のオチチェル、この4名がカイル軍との決戦に前線指揮官として臨むことになった。アルタイ方面駐屯軍が布陣していた場所は、 近年の発掘調査等によって明らかにされており、最も北方のコリュギスは、ゲンホブド県ムンフハイルハン軍のウラーントルゴイ、その南のチョンウルは、アライトゲ、その南のナンギャダイは、ゲンゴビアルタイケントンヒル軍一体。そしてこれらの指揮官を統括するカイシャンは、ゲンゴビアル大県、シャルガ軍に位置する、チンカイバルガスンにそれぞれ中屯していたと考えられる。 アルタイ方面中東軍の主力はチョンウル率いるキプチャク軍団やアスト軍団、カンクリ軍団といった、初位、色目人からなる自衛進軍に属する軍団であった。これらキプチャク人、アスト人、カンクリ人といった西方出身の遊牧民は、モンゴル帝国内では、新参者であるが、それゆえに帝国内の内戦でためらいなく戦えるという強みを有しており、 同じモンゴル人王公の反乱に悩まされた、クビライによって、精鋭軍団として増強が進められていた。実際に、チョン・ウールの父と都学は、シリギの乱、ナヤン・カダーンの乱といった、モンゴル人同士の内戦で、抜群の武功を残しており、大元ウルス側における最強の精鋭と目されていた。鉄リ陸の戦いで、最も活躍したのは、キプチャク軍団長であるチョン・ウールだが、 アスト軍団を率いる、言わず、カンクリ軍団を率いるトクトラも、カイシャンの指揮下にあって、敵陸の戦いに参加していたことが記録されている。また、カイシャンが駐屯するチンカイバルガスウンには、六栄軍と称される、下北の肝人、喫丹人、女神人を選抜した軍団も存在していた。チンカイバルガスウンには、チンカイトンデンが併設されており、六栄軍は、 新海屯殿において工作、軍備の補充を行い、物資に乏しいモンゴル高原において、軍備を供給する役目を担っていたと考えられる。また、この頃のモンゴル高原には、直接、カイルとの戦いに参戦したかは不明であるが、モンゴル人王校が率いる軍団も多数、中遁していた。1296年には、カサル家のバブシャカチュン家のエジル、馬のイルゲンオンギラタイラが、 神王、カマラの駐屯するケルレンのダイオルドの下に派遣されている。カサル家のバブ社、カチウン家のエジル、そして後に合流したオッチギン家の徳とははかつて、ナヤンカダーンの乱を起こしたアズマミチ賞の後継者であり、反乱を起こした先代の王たちが失脚した後、クビライによって新たに、カウルスの当主につけられた者たちであった。彼らは、大元ウルスに、 改めて中勤を示すため、カイドとの戦いに臨んでいた。テケリクの戦い、ひいてはカイドウルスとの戦争に、大元ウルスがどれだけの兵力を展開したかは全く、記録が残っておらず、不明である。ただし、テケリクの戦いの後、カイドウルスを乗っ取る形で成立したチャガタイウルスと、大元ウルスの間で先端が開かれた時、オルジェイト氏によると、 チャガタイウルスに攻め込んだ大元ウルスの兵数は、計17万であったという。少なくとも、この時と同じかそれ以上の大軍が、カイドとの戦いには投入されていたのではないかと、見られる。カイドウルスと大元ウルス間の戦争の主戦場となったアルタイ山脈1299年、モンゴル高原に到着したカイシャンは、現地の諸軍を掌握し、カイド軍の進攻に備えた。 カイシャン率いる新編成の大元ウルス軍が初めてカイド軍と衝突したのは翌年8月のことでコベレの戦いでカイド軍を破ったカイシャンは精神し同年12月にアルタイ山脈の登録まで進出して内満体の部落を投降させたこれに対してカイド側も健康一滴の勝負を仕掛けるため大軍を招集してカイドゥアというに大巨頭自らが指揮を取った 両軍は、年が明けた1301年夏に、アルタイ山脈を越えて、モンゴル高原に進出し、大元ウルス軍と大海戦を繰り広げた。この時の戦役は、両軍の先方隊が激突したテケリクの戦い、両軍共に全軍が揃ってから繰り広げられたカラカダの戦いの二つに大きく分けられる。カイル側では全軍を大きく二つに分け、片方を、カイルが、 もう片方をドゥアが率いていた。先行してアルタイ山脈を越えたカイド軍はテケリク山という高地に陣を構えドゥア軍の到着を待った。カイド軍の到着にいち早く気づいたのがチョンウル率いるキプチャク軍団で自らの軍団のみでカイドを吸収したチョンウルはカイド軍を退却させることに成功した。なお、この一戦について終始オホデーカーンキは カイルはカマラと丘陵でザブハン川がその近くにあるテケリクというところで戦争したとあり、戦場は現在のモンゴル国ザブハン県のザブハン川流域にあったのではないかと見られる。しかし、この戦いではカイル軍に決定的な打撃を与えたわけではなく、またこの間にドゥア軍が到着したためカイルドゥア連合軍はすぐに大元ウルス軍への逆襲を始めた。 鉄リ陸の戦いから二日後、カイドハドア軍と合流して、全軍を急合し、ついにカラカダの地にてカイシャン率いる大元ウルス軍と激突した。大元ウルス側は全軍を五つに分け、それぞれをオチチェルやナンギャダイが率いていたが、カイド軍の猛攻によってそれぞれ劣勢に陥った。山城でカイド軍に包囲されたナンギャダイは力戦して、包囲を破り、過労うじて他の軍団と合流することができた。 また、オチチェル軍団もカイド軍の猛攻によって劣勢に、陥り、大将のオチチェル自らが、鎧と矛を身につけて、敵陣を陥落させるほどの激戦が繰り広げられた。全体的に劣勢にあった大元をルス軍であったが、最後にはカイシャン自ら陣頭で指揮を取ることで、かろうじてカイド軍を退却させることに成功し、夜を迎えた。一夜過ぎた翌日、 戦端が再開されると再び大元ウルス軍は劣勢となり、ついに退却を余儀なくされた。これを受けて、海部軍は退却路を塞ぎ包囲戦と軍を進めたが、南虐大が、精鋭1000人の兵を率いて、殿として、これを撃退し、また海山自ら指揮をとって、敵陣を破ったため、海山軍は退却に成功し、さらに信号カマラ軍と合流して、体制を立て直すことができた。 一方、チョン・ウル率いる軍団は、ガザン地と共に、骨ジハゲの地において、ドゥア軍と激突し、西軍と共にその陣営に突撃し大勝利を収めていた。物量に勝る会社軍を仕留めきれなかったこと、ドゥア軍が大敗してしまったこと、そして何より戦場で負傷したカイルが病を発したことにより、ついにカイルとドゥア連合軍は退却を始めた。 一連の戦闘について、終始、オホデーカーンキは、最初彼らはカラバタグの地で戦闘しており、カラルトの地で戦闘することを約束した。オチチェルは、秋の中の月である三ヶ月目に、そこに至った。そしてカーンの軍隊は二ヶ月目に、カイズに対して到達していたのである。ドゥアはまだ後方にいた。彼らはカイズと戦闘し、彼を打ち破ったのである。二日目。 彼に合流して、カラルトの教育において戦闘した。突然に、カイドは病を発し、軍隊と共に引き返したと要約している。ここで言う、ドゥアミ到着のうちに、カイドを破った戦いが、原始武装本義でいうところの、鉄橋里西への戦いで、その二日後に全軍が合流して行われた戦いが、合わせらつ号の戦いに相当すると見られる。 即位後の会社案書資料は一致して、敵陸の戦いの後、本拠地に帰る途上でカイドが亡くなったことを伝えており、特に、終始、テムルカーン期には、カイドはこの戦いで負った負傷が原因で亡くなったとも、記されている。一方、ワシサーフ氏は、カイドとドゥアは、両国の国境上に位置するカヤリクより数日ほどの地で、帝国軍と遭遇したカイドは、 いつものように勝利を博した。彼は皇帝の軍隊からおびただしい戦利品を獲得し、遠征の結果に満足して帰国の途についていた時にたまたま病気にかかり砂漠の中で死んだと知るし、負傷が原因で撤退したとする終始と異なる記述をしている。終始によると、カイルは、 イーリ川とチュイ川の間の鉱山に葬られ、その娘で戦士としても名高いクトルンがその地を守護したという。この戦いでは、カイドに並ぶ、もう一人の大将、ドゥアも重傷を負っており、終始によると、ヒジュラ歴701年に、カイドは、バラクの息子ドゥアと一緒に、テムルカーンの軍隊と戦って、打ち破られた。その戦いで二人とも傷つき、 カイドはその傷で死んだ。ドゥアはなおその傷で苦しみ、その治療ができないでいるという。ドゥアを傷つけたのは、東方の官文資料によるとイキレス部の圧縮率いる軍であり、ドゥアハ圧縮軍によって、膝を射抜かれていた。戦後、ドゥアはあえてチャパルとオロスによるカイドの後継者争いを煽って、これに介入し、さらに彼らを見限って一足先に、オ元モットウルスと交和し、 協力体制を築いた。ドゥアヒキールチャガ大イ軍団は、西から、カイシャンヒキール大元ウルス軍は、川のオゴデケ本領に攻め込み、1306年から1307年にかけて、これを完全に制圧した。カイドの死からわずか5年後のことであり、テケリクの敗戦とカイドの死がカイドウイルスの運命を決定づけてしまった戦いで、あると言える。 本来モンゴル高原の諸軍を統括すべきカマラを差し置き、カイド軍の撃退に奮戦したカイシャンの性望は一連の戦役を通じて大いに高まった。そもそも当時若干二十歳のカイシャンは軍事的再艦を見込まれて抜擢されたわけではなく、オルジェイトカーンに代わって国政を取り仕切っていたブルガン皇后が個人的にカイシャンとその母のダギを嫌っていたため、 厄介笑いも兼ねて、モンゴル高原に派遣されていたのであった。しかし、戦地において優れた軍事的才能を発揮した、カイシャンは、モンゴル高原の王僕の指示を得て、ついにカイドウルス解体の立役者となった。とりわけ、モンゴル帝国内では、新参ながら、カイドとの戦いで主力として活躍したキップチャクアスと、カンクリの諸軍は自らを信任し、勝利に導いたカイシャンに、 絶大な忠誠を捧げた。この後、カイシャンがモンゴル高原の王公の指示を得て即位したこと、キブチャクの諸軍がカイシャンの維持を衰退して決起したことは、この時カイシャンが抜群の武功を挙げたことに由来すると言える。ありがとうございます。